昼ご飯はない。コンビニ行けばよかったな。この時間最高なの。見て、アイシャドウない。あったわ。ちょっと目だけメイクしよう。みんなは何中？私は今日お腹痛いで向かいたいでなんだけど、休憩中？休み？仕事中、そういう人が多いよね。久しぶりにプライベートでメイクしてるんだけど、もうしないんだよね。最近してなかった。こっそり見てる？バレないよね。変わんねえ。変わんねえ。変わってなくない？これメイクしたしましたって信じる。まあそういうもんなのかな。ねえ、パーカー可愛いんだけどさ、今日私上着持ってきてなくて、上着持ってきてない。寒いよね絶対夜とか。全然化粧道具足りないし。唇、寒いよね絶対これ。だってさっきですら寒って思ったもん。しかもましてや短パンできた。私のいつもするパーカーの格好できた。伝わる？パーカー一枚の女の子って可愛いよねって私いつも言うじゃん。その格好できた。バカ寒い。いやー、やってしまったよ。それは寒いよね。どうしたらいいのか。そう、履いてないように見えて履いてるやつなんですけど。ファミマ行ったらクリスピーチキン売ってたよ。クリスピーチキン売ってたよ。そういえば食べた今日。ね、メイクしても見えないよね。
でも鏡で見てもしてるように見えないから薄いんだ。明日の公演のリハをしたので、まあ、ほぼ完璧、ほぼ ここね、もう楽しみにという感じ。マジでメイク変わんないわ。何？楽しみにしててください。だっていつぶりの公演？ちゃんと出るのは1年ぶり以上？あります。うん、変わんないわ化粧しても変わんないわ、なんも。一人公演は初めて。そうだからさ、一番難しいの多分歌割りなんだよね。歌い忘れることがないのが、忘れそうなのが怖い。うん、筆で塗ってみようかな。変わってんの？まつげ久しぶりにあげた。プライベートのメイクを舞台終わってからしてないから、どんなのかわかんない。14日のメンバー面白そう。誰がいたっけ誰がいたっけ、把握してないけど。アイロン色。面白そうって何？今日は9時半くらいに起きた。いただだ。ちょっと夜にやることが急遽増えた。やることっていうか増えたので急遽今メイクした。だからアイロン普段は持ち歩かない。髪巻こうかなと。前髪切ってないんだけど。
巻きすぎてるから痛み具合尋常じゃないし、うん、巻いただけ。ねえ、やばい、切れ毛やばい。申し訳ない、こんなとこに。もう明日の公演すら緊張なんだけど。鬼緊張る。枝毛やばい。髪の毛サラサラじゃ、サラサラじゃない女の子はモテないんだろうな。何巻きにしよう。無事無理より緊張。ああ、それはないかも。無事無理の方が緊張した。こう向けたいんだけどさ。どうしたらいいの。ピョンたら投げたんだけど。そうですか。これだよね。いたら投げたんだけどって嫉妬させようとして、残念ながら嫉妬しないパターン。ストレートヘアが似合う。嘘だよ。嘘って言って。タンポポの決心も歌うよ。決心。ストレート可愛いのか。嘘だ。巻いちゃったし。コンビニ行かないといけないんだった。どうしよう。忘れてた。下ろさないと手数料かかっちゃうよ。巻かない方が良かった？巻いちゃった。あ、メイクしてないように見えるの嫌なんだけど。600。
90。取れました。今何時？何時何分？3時前には終わらねばならぬ。あ、もう22分なんだ。思ったより時間がない。いけるか。前髪いじくろうかいじくらないか迷う。これいじくって失敗したらどうしよう。メイクしてるように見える？自分がエルフちゃんメイクに見慣れてそう。超薄く感じるもん。そういうことかな。早いけど30分、35分くらいに終わろうかな。40分くらい終わろうかな。早いよね。でも早いって思うよね。一緒ないらん。何時から始めたんだっけ。でもこれは2時過ぎくらいか。完成。久しぶりにプライベートメイクした。今日も金曜日。
と一瞬フリーズしていい？はい。最近さ寝てるのかさ寝れてるのかわかんないけど全然眠い。ちゃんと寝れてないのか。コンプレックス。疲れ取れてるか取れてないかって言われたら取れてないんだろうね休みないし今んとこそんなから11位も休みない。12、13がオフかな。整体ってさ、私あんま行ったことないんだよな。マッサージとか高そうなイメージある。高いもの？お金払ってもやっぱ行くべきものなのかな。そういうのって良くなるんだ。暗くね？TBS の火曜ドラマ中学生日記のチームが作ってる。なんとドラマ？なんかそろそろ今期のドラマの把握をしてない。まだやばい。しないと。マジムリは秋にブルーレイが出ます。4月30までに注文受付してもらうとプレゼントももらえるらしいです。ぜひ。久しぶりに。でも髪もなんかもうちゃんとなのかわかんないけどちゃんと巻いたか。メンバー結構さ美容室行ってていいなと思った。私ももうがっつり染めるか切るか。迷っちゃうな。今何時？
32分か。そろそろ終わろうかな。ちょっと意外と時間なかった。1時間くらいゆっくりショールームできると思ったけど、そんなことなかったな。ありがとう。まあ明日みんなに会えるのを楽しみにして、終わるとするよ。来られない方はぜひオンデマンドで見てください。ランキングを見ます。13位しんすけアットマークのとりどんさん、ありがとうございます。12位、香港のケーキアットマーク7レンジアットマークのとりどんさん、ありがとうございます。11位、マジバナアットマークボブウナタンになったら喜びま、楽しみにしてて。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、おまめやとまくどうみんさん、ありがとうございます。8位、特製ヤンニョムうなとりどんさん、ありがとうございます。7位、つばっさんさん、ありがとうございます。6位、ゆうきさん、ありがとうございます。5位、ともアットマークお話し会とったようさん、ありがとうございます。4位、 TK トンからアットマークタイのうなとりどんさん、ありがとうございます。3位、 YSA73 さん、ありがとうございます。2位、新血アットマークなとりどんさん、ありがとうございます。そして1位が元気くんアットマークなとりどんさんです。ありがとうございました。そう、お話し会再販始まってるので、よかったら来てください。何なんか変なことあった。あと14日の公演の受付もしてます。てください。ということで、ありがとうございました。またね、バイチャー。